アイカチャンネル。はい、こんばんは、アイカです。今日はですね、予告通り新しいですね、私の撮影環境を見ていきたいと思います。じゃあ早速ね、ルームツアー行ってみたいと思います。はい、まず玄関入ってですね、よいしょ、こっちのお部屋はまだ何もないですね。クローゼットありますけど、中も空っぽの状態になってます。物がないのでね、めちゃくちゃ声が響きます。あ、何畳ぐらいでしょう、4畳ぐらいですかね。で、廊下に出て、あと今ねカメラ手で持ってますので画面揺れます。酔いやすい方は注意してください。で、こっちがトイレですね。普通のトイレです。で、こっちが、はい、お風呂場です。まあ、お風呂はね、あのここ自宅じゃないので使わないんですけど、一応ね、なんか夏場とか暑くてお風呂入ったりとかね、することもあるかもしれないので、シャンプーとかね、ボディーソープも用意してます。で、洗面台もこんな感じ、もう普通の洗面台ですね。この前買ったのジョーマローンね、設置してます。で、まあ、照明も鏡になっていて、もうごくごく普通の洗面台です。まあ、洗濯機とかは置く予定ないので、そのうち物置きになるんじゃないかなと思います。はい、はい、こっちがね、肝心のメインのお部屋ですよ。パソコンがちょっと納期遅れてて、まだデスクトップ届いてないので、一応ね、ノートパソコンを置いています。これ自宅でも使ってるアイハーブで購入したアロマディフューザーなんですけど、調子がいいのでこちらのお部屋用にももう一つ購入しました。と、このね、アレルバリアはすぐ使えるように置いています。こっちはまあキッチンなんですけど、特に使う予定はないので、こんな撮影用のね、ちょっと照明なんかを置いています。で、今ね、行き場のないちょっとジョーマローンをここに置いています。で、こっちが撮影スペースです。ちなみにここはね、開かずの間です。いろんな棚とかが入ってた段ボールをね、とりあえず入れてて、最初にお見せしたお部屋と同じような作りです。で、ここが私のね、メイクスペースです。このテーブルとこのライトは IKEA で購入しました。で、鏡はですね、これニトリです。このドレッサーすぐ決めたんですけど、これに合うこの引き出しがね、いいのがなくって、というのもドレッサーって普通の机よりも奥行きがないので、奥行きがなくって、しかもこの高さで合うものが本当なくって、かなり苦労して探しました。2段のものを2つ組み立てて重ねています。なんかこうアイリス大山的なやつですね、 Amazon で見つけました。で、まあ、中のね、収納は後でお見せするとして、椅子もこれ IKEA です。あと、これがね、欲しかったんですよ。この棚ですね、この、なんだろう、段の部分が結構厚めのやつです。これはね、こういう形のが欲しいなと思ってたら、すごいぴったりの IKEA で見つけたので購入しました。反対側に鏡をね、設置してます。で、一応声が響かないように、割と毛足長めでサイズが大きいね、絨毯を探して床に敷いてみました。じゃあですね、皆さん気になってるかと思うコスメの収納ね、見ていきたいと思います。まだ完成してないんですけど、これも完成してからとか言ってたら本当にいつになるかわからないので、まだちょっと家から全部は持ってこれてないんですけれども、すでに持ってきたやつだけちょっと引き出しに入れてみたので、見てやってください。はい、まずですね、一応パレットね、この辺に並べて入れています。で、リップスタンドもちょっと中ね、全然整理できてないんですけれども、こっちはペンシル系ですね。で、前まで1本ずつ刺すやつを使ってたんですが、今ね、あんまりこの机の上に置き場がないので、とりあえずこの3つに分かれているやつに、ペンシル、アイライナー、リキッドアイライナー、アイブロウ、マスカラ、リップとかグロスですね、っていう感じで分けて入れています。
で、ブラシは家で使っているものはまだ持ってきていないので、普段使ってないやつですね。ここに挿しています。で、引き出しを開けると、前に3段で使っていた引き出しを今仕切りにして使ってるんですが、これね、引き出しに奥行きがあるので、本当はこうやって2列で並べることができるんですけども、今数が足りないので、とりあえずね、手前に並べています。マキシマイザーとかリップ類ですね。ここね、カオス、入りきらなかったやつ。で、シングルアイシャドウ、ナーズの、これなんだろう、デュオとかブラッシュかな。と、ディオールのシングルアイシャドウとかって、ナーズのシングルとか、まあバラバラとあって、この辺にね、スタンドに入らない感じのリップ類を入れています。で、こっちはね、パトリック・ロジャーの箱ですけど、中はアクセサリーです。で、こっちのエテもアクセサリーです。はい。で、この引き出しですね。一番上はまだ入ってないです。で、ここに、この丸いね、チークとかファンデーションとかをちょっと入れて、余ったチークをこっちに入れています。全然まだ整理できてないんですけど。で、その下がアイシャドウですね。こっちがパレットで、このパットさんのはちょっと厚みがあるので、スタンドにね、入れることができないので、ここにとりあえず入れています。で、一番下。ここね、ひどい。本当に入れるところないやつですね。このチューブタイプの下地とか、ファンデーションと、あとリキッドのファンデ、これまだ紹介できてないんですけど、フーダビューティーのファンデーションですね。それから、パウダー類と、このもうどこにね、置こうかなっていう感じの下地とかがね、入っています。ここはアイブロウ関係ですね。ね、カオスゾーンです。でも引き出しまだ1段空いてるし、ここのね、奥も空いてるので、家にまだ置いているものも全部持ってきても十分収納できるかと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。短かったんですけども、ちょっと私のね、新しい撮影環境をご紹介しました。で、今日はちょっと広めにね、この広角で撮れるように、いつものカメラとは違うやつで撮ってるんですけれども、今からね、いつものカメラの方のホワイトバランスとか設定して、うまくいけば明日からね、多分ここの場所で撮った動画が上がるかと思います。ちょっとしばらくね、光の加減とかちょっとホワイトバランス安定しないかもしれないんですが、ベストな設定をね、探っていきたいと思っています。というわけで、今回も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。